ったことあるの。なんか聞きました。レフトライト逆じゃね。てかこの試合とって誰が見るんやろ。この試合とって誰が見るか分からんけど試合取ります。分からんけど、レフト黒川さん。そう、ライトおさしまさん。レフトバック愛ちゃん、ライトバックがあやぽんです。ありがとうございます。さて誰得動画のこの誰が見るんこれ撮って。見るん本当に。薄い青、あ、薄いアヤポン。青が霞んどるもん。アヤポン薄い。もうピカイチで薄いですよね。レフトライト逆。なんかアヤポンと付き合ってるんじゃないか説が出たっていう。怖え。自分が。あまりに仲良すぎるから、なんか一緒に服とか買い行ったりとかしてから。気持ち悪い。ね、おお、勝ちそう。サービスみゆき。誰とく。本当や、本当やもう。ノリノリって後ろから。誰とく尽くしや。誰とく尽くし。よし、黒川さんいける。行ったー。この試合見る人絶対いないでしょ。おらん、おらん。誰が研究するのこないで。バンって返した。アサリさんボロボロやん、もうオッケー。アイちゃんとアイポンが生き生きしてる。あの薄い薄い二人が薄くないか、アイちゃんは。アイちゃん薄くないわ。薄くないか。薄い濃い。アイポンが薄すぎる。薄濃い。うん、立ってないもん。歩く透明人間。透明人間は歩くやろ。そこで一言。誰得動画。そう、誰が見るとっていう動画を撮りよる今。しかも超高画質。チロルズゼロってどういうこと。あいちゃん。おい、おい、応援する気ないやろ。ナイス。結構グリーン尽くしやな今日の曲。うん、ブルーなのに。俺たち、俺たち超ブルーなのに。黒髪にやってる。最初はさ、抜かれてばっかやん。全部抜かれとるやん。そうな。さ、まだ一本も止めてない気がするな。ナイスカット。先生、取られてる。また抜かれる。ナイス。ナイス、ナイス。ナイス。わあ、そんなんするけん。そんな変なことするけん。全然決まらんやん。止めて、止めて、止めて。アウト。なんだか。ナイスブロック。あ、川崎さん、ナイスブロック。あのチームよ。ホール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 。今のさ、ビート。佐島さんがてんやわんやしてる。めっちゃ怖いし。ねえ、フェイントやったね。チェンコです。64チェンコです。勝ってます。ギリ。じゃあ竹下さん、このチームの。このチームの雰囲気。このチームを一言で言うなら、影。影。雄大さん。あれしてる、チロルズ七不思議、松本さんに影ができないっていう。そうなの。嘘かよ、嘘や。できるな、わかりますや。雄大さん、黒子って言われてる。ディレクション使って。色的には白子やけど。白子、白子やね。白子、あんまり白子すか。ナイスサブ、さすがピンクサーバー。やっと止めた、やっと止めた。待ってま
ました待ってなかったよ対しておかえりなさい、長島さんなんかしよる、なんかしよる余裕かそんな余裕かますな、そして次ミスるぜいやー、かわいいなんかあれ、同じ人間とは思えやほんとやねえあピンチサーバーチロルズゼロって言っても初めて見た前はあったよあった、うん、チロルズゼロ式っていうのが誰か作ってたえ、かっこいい FF その時ファイナルファンタジー0式っていうのが出とったよ、まあ、0式ってゼロってちなみに漢字ですかうん、うん、いいね、かっこいいね、それにしたいそれになりたい私はファイになりたいですがそれよりも私がバカめ俺が悪い今のよし、あー相手とうわあ肩肩力肩力権力って言わんけいや、肩力肩力って言うと肩力来たぞ、おさじまあー、出たすごい笑顔で走ってこられたおさじ誰の水小田さん大さじいけ前前前前前うわーいあーラッキー18で勝ってまする明日来ない一歩無駄にはない切な今中で愛に続けようですね、この19チェンコですグリーンがいい感じ勝ってますいいですね勝ってるんですめめっそうなんです今8秒に1点入ってるんです楽天カードめめめめそれなんかツイッターでめっちゃ出回ってる最近あれめっちゃ面白い決まったね、うん、大阪大会ね、うん、こんな J-POP じゃなくてね、ずっとね、クラシックみたいなハンバーグサーブだハンバーグ誰が見るんっていう動画を撮る誰得動画誰得動画しかも、超高画質なんでハンバーグですか好きな食べ物あのね、おさじまの顔をよく見たら、なんかハンバーグに見えてハンバーグおさじそれはあの、ハンバーグコメタビッグボーイとかわからん顔がね、ハンバーグになってます難しいですね、表現がおさじおさじこっち向いておさじまポーズハンサムハンサム何それ何それ何木村沙織それでちょっとアウトやし何ミスってるんすかかっこ悪いしかもさっきズームとあの、あれを間違えた何をこうあ引くところをズームしてしまって顔だけが入っちゃってしまった大変、放送事故や勝ってるやばいねチロルズゼロ勝ってるチロルズゼロ勝ってるおさじまポーズ先生がめっちゃ大変おぉ次、おさんリフトに戻してもうん戻した方がいいと思うだよねいや、絶対逆だよおさじまさん、ブロックめちゃくちゃ抜かれよるだってね、一番面白いの一本しか止めてないもんな全部間抜けてないけどいや、じゃあ、全部左うわ今、アンテナガイアという気がしたけどいや、今、中でしたエアコンに任せた方が良かったおさじまめっちゃ中途半端マジでやばいリエさんに会うといつも言われるよ常に進化してるみたいな今でも辻川さん疲れすぎやないだってあいつバレーしてない6-1です勝ってますこのままだとこのチームに大量のギャラリーが並ぶことになるそれだけは避けたい避けたい
こんなチームにこの人たち群衆が苦手なのにうわぁ人の目を一番見たいこの人たちがやりがいがあるあぁめっちゃおるめっちゃおる全員やねもうめっちゃおるすごいプレッシャー黒川プレッシャーよあなたプレッシャーに弱いもんな黒川見てるよいけいけこっち見たしょぼしょぼしょぼあああっちで応援したいわ勝った勝ったなんか16対13で勝ちました奇跡だいや何も悪かった